Hi there. This is Camelia. Camelia です。今からですね、薬局、まあ、クリニックでね、4回目のワクチンをするんですけど、4回目のワクチンと、あとインフルエンザのワクチンですね、をしてくるんですけど、1、2回目のワクチン打った時は、日本に帰ってきてまして、で、その時に、打ったワクチン、その時の副作用はそんなに重くなかったんですけど、カナダに戻ってから3回目打った時に、かなり重い症状、寒気だったりとか熱だったりとか、1日ダウンしてたので、ちょっと4回目心配なんですけど、あとインフルもね、結局インフルエンザも、私、カナダに来る前、最後にやったのが、何年、中学ですね。カナダに来る前なので、ちょっと今回、副作用どうなるのかちょっと心配ですけど、でも行ってみたいと思います。Hi there. I'll have the banana loaf and which one should I? I don't know. Peppermint loco or.What do you say? Caramel brulee latte? Yeah. Which is like less sweet? I'd probably say like among these two. Oh, yes, among these two. I would say the peppermint mocha is probably a little less sweet. Okay, then I'll have the peppermint mocha. Sure. Grande size, please. Would you like to bring out a little warm up? Yes, please. All right. ちょっとね、ワクチンの予約時間までしばらくあるので、近くのスタバでちょっと待ってようと思いまして。今の日本ではどう、なんかそういうワクチンとかコロナの状況はちょっとわからないんですけど、今のところカナダは、これからインフルが流行るらしいので、そのワクチンを打つ人、コロナのワクチンを打つ人はできるだけインフルのワクチンと一緒に打ってくださいって言ってるんですよ。で、私が今回受けるのも、それですね。要はコロナのワクチンとインフルのワクチンを、同時に受けられるやつですね。やっぱその、私みたいに他の国から来てワクチン打とうと思ってる人はちょっとそこの、流れですかね、打つまでの流れがちょっとめんどくさいといえばめんどくさいんですよ。1、2回目私日本で打ってきたので、その日本で打ってきた記録をカナダの方に登録しなきゃいけないんですよね。3回目とか4回目とか打ちたい人は。で、そこの承認するまでも長いですし、情報入れるのも長いですし、そもそもの話、PHN って言って Personal Health Number が必要なんですよ。私の場合は留学するときに、なんか学校側が作ってくれたので持ってるんですけど、留学じゃないワーホリの人たちとか、あと観光で来てる人とかはちょっと一回その PHN を作らなきゃいけないのかもしれないですね。でも言ってしまえばその PHN さえあれば、カナダにいる限りどのワクチンも無料で受けられますので、私も今回のワクチンは無料で受けれたので、お金はもう全然かかりませんね。そこはその前回別の国でやったワクチンとかもその手続きの費用もかかりませんし、PHN はどうなんでしょうね。多分お金はかからないかも、いや、かかるかもしれないので、そこはちょっとご自分で一回確認しつつ、でもそんなに絶対お金かからないので、でもありがたいことに PHN と、写真付きの身分証、パスポートですね。パスポートと、あとは、その時に予約した証拠の、なんか、スクショした画面とかを見せればもうそれで問題ないので、結構スムーズにはできますね。あとの細かいことはワクチン打った後家に帰ってからちょっと話していきたいと思います。はい、ちょ、薬局には着いたので、で、COVID vaccine ですね。
Hi there. I have an appointment for my vaccine. Yes, you can do that. There, okay. Wait, which room? Yes. This one? Hi. Good morning. Okay, hi.はい、今やってきた直後なんですけど、あのやってくれた先生がすごい上手でして、多分私が今までやってきた注射なくて一番上手かったですね。びっくりしました。そもそもなんか打たれてることにも気づかずに、なんか痛みも何もなかったんですよ。打たれてる間も個人的に注射少し苦手なので、あの痛みも感じずに打っていただいて本当に良かったです。このままちょっと様子を見て、副作用があるかないかとかもまた明日確認できたらなと思います。はい。で、今次の日で、気持ち的にはちょっと辛いですね。多分体が慣れたのかな ?3 回目ほど辛くはないんですけど、まあ、副作用としては、寒気とだるさと、あとは筋肉痛ですね。あと普通に腕が上がらないっていうのがあります。今は薬を飲んでるので、そんなに寒気とかだるさはないんですけど、で、私が個人的に思ったのが、日本のものよりやっぱり外国の方が副作用重いですね。まあなぜなのかと言いますと、結局外国の人の方が体が大きいので、日本のその打つ量と外国の打つ量が違うんですよね。外国の方が少し多いんですよ。なので、日本で打ってきて、慣れた人が外国で打つと、その副作用を比べてしまうので、外国の方が重いのかなっていうふうに感じてしまうのかもしれませんね。まあ昨日言った通り、とりあえず詳しい話をしておこうかなと思いまして、まあ1、2回目登録して、しばらくしたら、向こうから SMS の方で、まあ、予約できますよみたいなメールが来るんですよ。もらったメールの中に、予約番号が書いてあるので、まあ、それを入れて、で、あと自分の PHN の番号を入れると予約に進みます。で、現時点で11月12日の最新のワクチンでは、そうですね、高齢者とか子供ではない限り、COVID-19 bivalent vaccine っていうものを選んでいただいて、で、それでインフルエンザのワクチンも受けたいなと思った方は、もちろん、インフルエンザのワクチンを選んでいただくっていうところですかね。Bivalent vaccine っていうのは何なのかって言いますと、まあ、すごい簡潔に言うと、オミクロン株対応のワクチンってことですね。だから、まあ、最新のワクチンになります。それ以外だと、まあ、もちろんそれ以外のワクチンもあるんですけど、そうするとちょっと古いやつだったりとか、オミクロン株がなかったりとか、そういう、あと、他のブランドですかねが違ったりとか、と思うんですけど、ファイザーとかモデルナを受けたい人は、バイバランドワクチンになります。ファイザーとモデルナは、正直な話、予約する際は、選べないので、実際打つ時になったら、自分からファイザーがいいですとか、もしくは向こうから聞かれるので、でファイザーがいいとか、モデルナがいいとか、って、言えば、打てます。私の場合も、ファイザーとモデルナ両方あるんですけど、どちらがいいですかって聞かれたので、ファイザーを選びました。あ、で、もちろん、コロナとインフルエンザ、両方打つ人もいれば、まあ、どちらかだけっていう人もいるんですけど、まあ、両方受けたかったら両方選んでいただいて、受けたくなければ、まあ、片方どちらか選んでいただければ、それで問題ないので。で、その後に、打つ場所を選んでいただいて、で、予約時間、日時日付を選んでいただいて、で、そこでもう予約完了っていうところですかね。スマホ一つでできるので、予約自体はすごく簡単ですね。せっかくコロナもインフルエンザも無料なので、まあ、ぜひこの機会に PHN を取っていただいて、カナダで打つことをお勧めします。正直カナダもそろそろインフルエンザもコロナも流行り始めるので、今のうちに対策することをお勧めします。まあ、もし何かわからないこととか質問したいことがあれば、コメント欄の方で書いていただければ答えますので、よろしくお願いします。Okay, so, thank you for watching my video. Please give me a thumbs up and subscribe my channel. チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Okay, so, thank you for watching. See you in my next video. また次の動画でお会いしましょう。